原乙美星は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。日本の戦車開発の黎明期に中心的役割を果たし、日本戦車の父と呼ばれている。福岡県出身。原徹陸軍隊員の息子として生まれる。熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1915年5月、陸軍士官学校を優等で卒業。 同年12月、砲兵将尉に任官支援砲兵第五連隊付けとなる。1918年11月、陸軍砲校学校高等科を優等で卒業し、さらに陸軍派遣学生として、東京帝国大学工学部機械工学科で学び、戦車設計をテーマにした卒論で1922年3月に卒業した。百二十三年三月、陸軍中尉に昇進。 陸軍技術本部付けとなり、戦車の国産化を強く主張。1925年8月、陸軍大移に昇進。この大員時代に市政1号戦車の開発に携わった。開発の際、原乙美製は、クラッチブレーキ式走行装置に優勢歯車機構を組み込んだ走行装置を考案、市政1号戦車に搭載した。この優勢歯車式走行装置によって、 艦船会と新規戦会、両方の操縦が可能となり、以後開発された日本の戦車の多くに採用されている。1928年11月から1930年12月まで、独営に駐在し、戦車や自動車産業に関する技術を学んだ。独営駐在時の1930年8月、陸軍少佐に昇進。帰国する途上をアメリカに、 短期滞在し各地を視察し、1931年3月に日本に帰国した。帰国後、技術本部員に発令された。1934年8月、陸軍中佐に昇進。94式軽装甲車の開発に携わった際に、シーソー式連動喧嘩を考案した。この喧嘩方式は、以後に開発された日本の戦車。 装甲戦闘車両のデファクトスタンダードとなった。1935年10月から翌年3月までドイツに派遣された大島博士陸軍少将を率いる軍事視察団に随行し、再軍備の状況を視察した。帰国後、1936年より後の主力中戦車となる97式中戦車の開発に携わった。1937年8月、 陸軍大佐に昇進。1939年3月、砲兵化から不評化の大佐に転化、実戦部隊である戦車第8連隊長に就任し、89式中戦車や97式中戦車を装備した戦車連隊の連隊長として、北市方面での戦闘を約1年間指揮した。部下の戦車中隊長には後に、 戦車指揮官として活躍した島田と作隊員がいた。その後、本土に帰還し、陸軍技術本部付を経て、1940年8月、陸軍少将に昇進し、技術本部第五部長となった。この年、ある技術開始にて、原乙富生は以下のように述べている。将来戦におきましては、軍の機械化は絶対に必要でありまして、もし戦車がない。 機械化部隊がなかったならば、戦争は相当に苦境に陥るということを考えなければならない。今時の品事変は相手が品でありまして大きな大砲を持たないし、機械化部隊も貧弱である。戦車を持ち出しても直ちに行軍に露覚されてしまう。こういう相手であるからあまり通説でないのでありますが、野門藩事件は鼻肌遺憾ながら、 相手の機械化装備が相当に優秀であったために、非常な苦境に立ったのであります。将来は、ぜひこの機械化が必要であります。1940年12月から1941年6月に、かけ、山下智之陸軍中将を団長とする独位、軍事施設団に随行し、ドイツでの新兵器開発状況について視察した。1941年6月、戦車、 自動車の研究開発を担当する第四技術研究所長に就任し、翌年10月に相模陸軍造兵省長を兼務した。1943年4月、兵器開発への貢献により、陸軍技術友好賞を受賞。同年10月、陸軍中将に昇進。1945年4月、軍需官、中国軍事管理部次長に発令され、 中国軍事管理部長として終戦を迎え、同年8月に復員した。1953年、日本兵器工業会常任理事に就任し、1955年9月24日、防衛庁顧問に就任している。ありがとうございます。